船が上がれば20倍、10円が200円になるんだぜ。そうですか、ありがとうございます。兄さん。おお、来たのか。ああ、来んだぞ。隅から取った金を返してください。何言ってんだ。あれ、俺が取った金じゃないよ。隅子さんが自分から進んでこの事業に払い込んだ金だよ。それは兄さんが騙したからです。誰が進んでこんないかさま仕事に。黙れ。何？いいえ、黙りません。僕は隅の夫として、妻の契約を取り消します。返してください。事業所の契約がそう簡単に破れると思うかい。落ち着いて考えてみろ。誰が何と言おうとも返さんものは返さないよ。ねえ兄さん、夕霧ではその金のためにうち中が揉め抜いてるんです。その金がないと男の面目としても僕は夕霧は帰れません。お願いです、返してください。めめしいやつだな。ただが500や600の金、何が男の面目だよ。さあ、ぐずぐず言ってないで早く帰れ。じゃあどうしても返さないといいんですね。当たり前だ。何？バカ、血迷うな。お前も罪、身も不調だよ。ならないそう言ってはいけない。罪さん、言ったら、シゲル、一体貴様は生意気だぞ。兄貴の俺を犠牲にして貴様一人大学出ようって、少しは恩を知れ。兄さん、あなたとは今日限りもう二度とお目にかかりません。お母さんは僕が引き取ります。僕はもう夕霧は帰りません。ああ、どうでも勝手にしろ。お父さんもそう興奮せんで、お互いに兄弟だからな。大旦那お呼びでございます。2階の8番の部屋でございます。いらっしゃいまし。すみ、奥様は茂に残ってわざわざおいでくださったんだ。お前よく落ち着いてお話を伺わなければいけないよ。お父様やお母様には一通りお話申し上げたんですけれど、あなたのお耳にも
私からというわけで、あなたには何ともお気の毒で、私もこんなお役目本当につらいんですけれど、ねえ澄子さん、茂さんとはご縁がなかったものと諦めてください。え、それは茂さんもあんたんだけはもうすまないって、それは本当に心からすまながっているんですよ。あんたが気に入らないんじゃない、あなたがお兄さんにお渡しなすったあのお金だって、あなたの心持ちはよくわかっている。口では怒っても心の内では感謝している、しげるさんはそう言ってるんですよ。でもただ一つ、しかもそれが一番肝心な問題なんですけどね、しげるさんどうしてもこちらのご家風に沿いきれない、それがとてもつらい。このままの状態で進んでいったら先々どんなことになるかわからないって、そう言ってるんですよ。なあ、そういうわけだ、わかったな。ねえスミ、しげるさんがお前を本当に可愛いと思っているなら、どんなことがあったってまさか離縁の何のってそんなことを言い出すはずは私じゃないと思うんだよ。それを花風が何のかんと絵のないところに縁を据えて。おい、もうよしな。そりゃこっちにだって言えば言いたいこともあるさ。しかし今さらそれを言ってみたところがどうなるものじゃない。腹水盆に帰らずとかってお互いの愚痴になる。奥様の前で愚痴をこぼしちゃ愛すまない。なあスミ、そういうわけだ、お前も諦めてくれ。お父さん、みんな私が悪かったんです。私が至らなかったんです。しげるさんは何もご存じないことなんです。私がうっかりして気がつかなかったもんですから。何を言いなんだね。お前に悪いところなんかちっともありゃしないじゃないか。みんなしげるのせいさ。お前が親たちを粗末にするようになったのもしげるが来てからのことじゃないか。おい、もうよしなっていうのに。そりゃあな、スミ、お父さんにしてもお前は真実の娘だし、向こうは他人だ。そこに何かこう違ったものがあったさ。そこのところをなんとかうまく折り合ってと、いろいろ心配もしていたんだ。しかしもうこうなっちゃ、よしんばしげるが戻ってきたとしてもとても円満にいくまいと思うんだ。お前もつらいだろうが諦めてくれな。分かったな。ではそういうことにいたしまして、いろいろとご迷惑をおかけ申しました。いずれ、お礼やらお詫びやら手前が改めて参上いたしますから。いえ、どうぞ。もうこれがおめでたく元の鞘に収まったのなら、とにかくこんな不思議なことになってしまいまして、昨夜も実は主人ともう二度とお仲人役なんざ引き受けまいってつくづく話し合ったのでございます。いや、誠にどうも。では私これでおいとまさせていただきます。どうやら雨も上がって日もさしてまいったようでございますから。では寿美子さん、あんまり気を落としにならないようにね。お元気でね。Thank you.
ごめんください。どうも失礼いたしました。あたし今夜東京行きたいのねえ。誰にも言わないで駅まで車で送ってってほしいのね。7時頃裏庭からあたしの部屋へ迎えに来てよね。一生のお願いだわね。昨日頼むわ頼むわ。急にお倒れになって、お口もお聞きになりませんの。早くしておくれな。座って、旦那、旦那、しっかりしてください。ね、あなた、お父さん、しっかりして、しっかりして。罪です。わかりますか。お母さん、早くお医者様。今もう電話かけたの。ねえ、罪。もしお父さんが来ないなら、そんなこと言ってる時じゃないじゃありませんか。旦那。今すぐお医者が来ますから、お父さん、しっかりして、しっかりして。私もその時ばっかりは胸がいっぱいになってね、いっそ一思いにあの人だけ連れてきてしまうかしらと思ったくらいなのよ。ねえ、碇さん、
あんた澄子さんの気持ちだけはさせてあげなきゃ本当に罰が当たってよ。いや、それも一時の執着じゃないでしょうか。時が経てばだんだんに忘れるでしょう。そうかしらね。ずれ僕よりもっと適当な婿殿を見つかればそれできっとうまくいきますよ。ねえ奥さん、いずれ改めてご挨拶に上がりますが、僕はこれを機会に母を連れて飛騨の高山へでも引っ込もうかと思うんです。まあ飛騨へ。ええ、あそこには赤井もいますし、しばらく都落ちをして中学の教師でもしながら3、4年みっちり勉強したいと思うんです。なるほど、それもいいかもしれませんね。しばらくごきげんよう。時々東京いらっしゃるの？僕はもう伊豆にはいないんだ。まあどうして？考えてみりゃ無理だったのさ。君んとこのおじさんやおばさんとのこじれから日焼け半分に養子に行ったようなものの、どうせ僕みたいな男が向こうの両親とうまく調和するはずがなかったんだ。じゃあ茂さん、初めからそんな気持ちで養子に行ったの？それじゃあ向こうの娘さんはかわいそうだわ。私一時はあなたを恨んだわ。その娘さんを妬ましいと思った。でもあなたとしちゃきっとその新しい生活の中にまた別の新しい幸福を作り出すんだとばかり思ってたわ。まさかそんなことぐらいであなたがそこを出ておしまいになるなんて私思いもよらなかったわ。瑠璃ちゃん、僕は今になって考えるよ。あの時僕がもっと頑張って、誰が何と言おうとあくまで君と分からないでいれば。ダメよ。もうしかし茂さん、私あと3日経つとお嫁に行くのよ。え？あの堤さん、あなたが軽蔑したあの堤さんのとこへよ。でも私自分の結婚にはどこまでも責任を持つつもりよ。どんな苦労しても一旦決心した以上自分の結婚生活を立派なものに仕上げる覚悟なの。堤さんはそりゃ無学よ、教養も足りないわ。でもそんなことは何でもないと思うの。私の覚悟一つ、意志一つでそこに立派な幸福が生み出せると思うの。ねえ茂さん、あなたそう思わない？これは私の夢かもしれないわ。でも夢だったらそれを現実にするだけの自信を私持ちたいと思うの。持てる、きっと持てる。私そう思ってる。わかりました、わかりました。私も実はそうさせようと思ってたんです。必ずそうさせますから。スミ、これをご覧。スミとキノを夫婦にしてくれ。お父様はこうしてあるんだよ。お前、承知しておくれだろうね。
まさかお父さんのお言葉に背きゃしないだろうね。お母さん。もうなんだね、そんな怖い顔して。私赤ちゃんができたらしいの。え、お前そりゃ本当なのかい。あなた今隅の言ったこと聞こえましたか。うん、うん、困ったことになりましたね。隅、そんならなおさらお父さんのおっしゃる通りにしておくれな。ね、夕霧楼の娘がテテナシ号を産んだ。それじゃあ世間体だって悪いし、第一このお店だってゆくゆくはお前に引き受けてもらわなくちゃならないんだよ。だからそのためにもね。だってお母さん、お前まさかお父さんのおっしゃることに背く気じゃあるまいね。一度はお前のわがままを通して好きな婿も取ってやったんじゃないか。お前この上親不孝を重ねてそれで済むと思っているのかい。じゃあ承知なんだね。じゃあ私から昨日にそう言うよ。いいね。ああお母さん大丈夫、悪いようにはしないからお母さんに任せておきね。お父さん、お父さん。じゃあ旦那のおっしゃることを承知しておくれなんだね。はただね、昨日因果なことに須美は茂の子供を宿してるらしいんだよ。え、お前それでも承知しておくれかい。嫌だろうね。嫌かい、不承知かい。いえ、不承知も何もございません。私はただ旦那様のおっしゃる通りにいたします。昨日本当かい。お礼を言います。ありがとう。もったいない、おかみさん、どうぞお手を挙げなすって。私は本望でございますから。昨日恩に来ますよ。隅にもよくそう言って、決して粗末にはさせません。生まれる子供も世間体はお前の子供で通すこともできます。決してお前の顔を潰すようなことはしませんから、何事も私に任せといておくれねえ。昨日どうしたのさ、病人のお父さんをほったらかしといて。まあ泣いててどうします。昨日はね、お前がただの体でないことを承知で夫婦になってくれるって言っているんですよ。住んでるところでお腹の子が手手なし子になるところ、立派に昨日は父親になってくれるんです。お父さんにもしものことがあってごらん、昨日がいなかったら後はどうなると思っているの。お前がシゲルの兄さんにお金を渡した時だって、昨日は自分で濡れ衣を着てこの家を出ようとしたぐらいの男なんですよ。それほどの男心をあだやおろそかに思っちゃ、お前本当に罰が当たりますよ。昨日はもう奉公人じゃないんだから、今晩にも早速お父さんの枕元で、まあ杯ごとだけでもしてね。お母さん、私お母さんのおっしゃる通りになりますから、せめて昨日と一緒になっても子供の生まれるまではせめて名ばかりの方法にしといてください。お願いですね。ご所ですか。おかみさん。またおかみさんなんて言う。すいません、
今棟梁から建築費の追加が来たんですけど、一度ご覧になっていただきます。これまたかい。この分じゃ出来上がるまでには初めの予算の倍もかかっちまうじゃないか。あ、それで私もいろいろ棟梁に掛け合っちゃいるんですけども、仕方がない。ハンコだけ押しといてやってくれ。承知しました。はあ、また飛んだ時に建て増しを始めちゃったね。茂るなんてあんな男を向こうにもらったのがケチのつき始め。旦那はあんなことになってなくなるし、せめてお前のために何とかしてやりたいと裏の雑木林を買って新館の建築を始めれば、それがまた折り悪くこんなことになるし、いまいましったらあらしないよ。しかし今度の物価投機はこれは一般なんですから、うん、そりゃ世の中がそうなら仕方もないけど、新刊を建てるについちゃ相当無理な算段もしているんだしね。赤ちゃんの様子が変なんです。え、圭一が？圭一がどうかしたのか。急に元気がなくておっぱいも飲まないし。あ、それはいけない。すいませんが、医者を早く。あ、すぐ呼びますよ。さあちゃん、お前板場行って氷があるかないかすぐ聞いてきてくれ。なかったら取り寄せてもらうんだよ。坊や、坊や、今すぐお医者様が来てくださるからね。我慢してるのよ。坊やは強いんだものね。大丈夫ね。我慢してるわね、坊や。山本先生、隣村の役場へ出かけたばかりなんだとさ、まあ、どうしようね。ああ困ったわね。どうしましょう。じゃあ車持ってって呼んできます。お願いします。そうかい。すまないね。お母さんは坊やのそばにいてください。僕すぐ呼んできますから。そうか、じゃあ頼んだよ。もうお休みになってちょうだい。だいぶ遅いんですから。本当にどうぞ。もうとうに1時過ぎたんですから。でもお医者様の口ぶりだと今夜が峠らしいからね。もう大丈夫ですわ。こんなにすやすや寝てるんですし、顔色だってずっと良くなってきたんですから、うん、じゃあ何かあったら起こしておくれね。え、私たち今夜はずっと夜通し起きておりますから。じゃあおちおちも寝られまいけど、お休み。お休みなさいまし。あなたもどうぞお休みになって、私起きてますから。何、私は一日や二日寝なくたって何ともありゃしません。それよか、あんたこそ坊やがこうやって落ち着いてる間に横にでもなったらどうです？今あんたに煩われるとそれこそ坊やがかわいそうですから。すみません。夫婦とは名ばかりの。何一つあなたのために尽くさないのに。何をおっしゃるんです。たとえ名ばかりの夫婦でも、奉公人上がりの私を内輪の者同様に扱ってくださる。それだけで私は本望なんです。水臭い俺なんか言われるとかえって情けなくなります。すみません。本当にまあ、えらく立派に出来上がりましたですね。いくら立派に出来上がったって、この不景気でお客様はちっともないしさ、何のために建てたんだか分からしないよ。そりゃあお客様が言うのは困りますけんども、
でもまた秋にでもなりゃ紅葉見物のお客様が参りますだで、そうなりゃ。そんな今から秋まで気長に待ってられるもんかね。どうで、ほら坊や、おばあちゃんとこよいで。ああ坊やか。坊やはこの頃すっかり元気におなりだけど、今度おばあちゃんが病気になりそうだよ。まあおかみさんたら日頃に似合わねえ。どうしてそう元気がねえんですか。うん、新刊が火事だ。大変です、新刊が燃えてます。新刊が火事なんですよ。No!
お前たちはお母さんがどうなったか見ておいで。もみちゃん、いけないってば。いけません、いけません。いいから見ておいでったら。どうでございましたかね、おかみさんは。とうとう、いけなかった。スミさん、スミさん、お母さんどうだったんです。やっぱりダメだったんですか。あなた、大動きになっちゃいけません。落ち着いて、落ち着いててください。亡くなったものはもう今さらどうにもなりません。それよりもあなたこそ一日も早く良くなって、亡くなったお母さんの冥福を祈ってあげてください。私、あなたに何て言ってお詫びしていいか分かりません。あなたは自分の身を捨ててお母さんを救おうとしてくださったのに、私は、私はあなた、今日までのことはどうぞどうぞ許してください。私の心持ちさえ分かっていただければ、それでいいんです、それでいいんです。父ちゃんには見えないからわからないよ。ベルを鳴らしてごらん。うん、それならわかるよ。じゃあ父ちゃん、僕ベル鳴らしながら走るからね。見てってね。うん、お父ちゃんはここで見ててやるから、危ないことをしちゃいけないよ。
承知いたしました。ただいま11番さんをビールに押さえたが出ましたよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お早いお月様でございます。部屋あるだろうね。はあ、お気に召しますか。いかがでございましょうか。一つご覧あそばして。さあどうぞ。どうぞ。日当たりのいいの滝がとりへのお粗末な部屋でございますが、これでお気に入りましょうかしら。あ、結構結構。いいお座敷だわ。落ち着いてとても結構よ。ありがとう存じます。ではただいますぐお浴衣をお持ちしてまいりますから。綺麗なおかみさんですわね。うん、ひなにはまれな別品だね。ひなまれだよ。当分ここへ泊まるとするか。いらっせ。お風呂入るんなら今ちょうど空いてますだれ。空いてるだかよ。では一つ入れていただきますでかな。あれ、旦那さんも北海道かね。違うよ、静岡だよ。ああ、そうかね。あんた、旦那さんを風呂場案内してあげてください。はい、どうぞ。うん、先行ってるよ。はい。これ、畳みますべか、かけてください。畳んどいてちょうだい。うん。あんた、名前なんて言うの。私かね、さよってますだ。え、さよ。もう長くここにいるの。うん、もう8年になりますだ。今のおかみさんが初めのお婿さんをもらわねえ前から奉公してんだから。初めのお婿さんって。じゃあ今のお婿さん2度目なの。うん、うちのおかみさんも気の毒な人でございましての。僕を一斉越えくる狩人これを歌んと。どうも行き届きませんで。お口に合いましたがどうでございますか。お粗末さまでございました。いや、ごちそうさま。なかなか美味しかったよ。恐れ入ります。ええ、あの奥様、何ですか、私に御用だそうでございますが。わざわざすみません。ねえあなた、私折り入っておかみさんに用があんの。話が済まで散歩でも行ってきてくださらない。え、追い立てかい。いい、それでしたら私また後ほどに伺いますから。いいのよおかみさん。ねえあなた、お願いするわ。うん、じゃあ一つ腹漏らしに行ってくるかな。すみません、とんだ時に伺いまして申し訳ございません。いやいや、何の話だか知らないけど一つ聞いてやってください。はっ。あ、じゃあお前ちょっと旦那様お見送り申し上げて。はい、どうぞ。おかみさんどうぞ。はっ、ありがとうございます。さあどうぞ。恐れ入ります。ねえおかみさん、さっき女中さんからあなたの身の上話を聞いたんですの。それで急に二人きりでお話がしたくなって。まあ誰がどんなことを奥様の耳に入れましたか存じませんが、私の身の上話など。ねえおかみさん、私の過去もあなたに似てるんですの。変な話をするようですけど、私も今の人と結婚する前に自分で心に決めた人があったんです。それがほんのちょっとしたことがこじれて、その人は私から離れてよそへ婿入りしてしまったんです。でもね、今になって考えてみると、私がその時その人と結婚していたとしても、果たしてその幸せがいつまで続くかわからないと思いますの。
その人養子に行った先からも些細なことが原因で奥さんを残して飛び出してしまったんですの。しかもその残された奥さんには後で子供が生まれたっていうのに、なんていうひどい人でしょうね。おかみさん、私もこんな回りくどい言い方あやめてはっきり言います。あなたの家のお子さんのお父さんは私を捨てた茂さんです。え、それではあの茂さんはここへ来る前に奥様と。え、でも疑わないでください。茂さんと私とはただ心だけの誓いでした。あなたがあの人のためにいろいろ苦しんでいらっしゃることを思うと私は人ごとならず悔しいんです。でもあなたの苦労に比べれば私の心の痛手なんか何でもなかった。私あなたのためにどうにかしてもう一度あの人に会って責めてやりたい。あの人どんな償いをしてもあなたに一生詫び通さなければならない罪を犯してるんですもん。奥様、もう何にもしゃいませんね。私はもう何もかも諦めておりませんですから。ダメダメ、せっかく出かけたら雨がポツポツ降ってきちゃったよ。おや、どうしたんだね、二人とも泣いてるじゃないか。お帰りあずら。どうしたんだね。ちんちんちん電車さん、お前は本当に勇ましい。雨の降る日も風の夜もいつでも一人でチンチンチン。面白いね坊や。うん、僕ね電車の絵描けるよ。そうかい、それは偉いね。おかみさん、珍しい人が訪ねてきなさいましたですよ。誰？千の旦那さんです。え、千の旦那ってあの茂さんかい？そうでございます。お目にかかりませんでお断りしておくれ。何を言うんだい、せっかく訪ねて見えたのに。私会えません。さあ断ってちょうだい。いや、お通しするんだ。さよ、二階でもお通してくれ。いけません、いけません。あんな人一足だって打ち入れちゃいけません。お母ちゃん、誰か来たの？坊やの知らない人。さよ、さあ早くお返ししておくれ。いけない、いけない、お通しするんだ。お通しして。僕見てきよ。あ、坊や、坊や、坊や、いいことから行くんじゃないの。坊や、坊や。おじちゃん、何しに来たの？いい子だね。坊や、お名前なんていうの？ケイチって言うの。お年は？5つ。どうぞ上がってください。私に何の御用でしょうか？実は僕、今度飛田で母を亡くして、それを機会に久しぶりに東京へ出てきました。そしたら折よく瑠璃子さんに会えて、あなたのことをいろいろ聞きました。僕がここを出てから僕の子供が生まれて、あなたがどんなに苦労したか、僕は聞いてるうちに嫌もたてもたまらなくなって、恥を忍んで訪ねてきました。スミさん、せめて僕の子供の父親としての責任だけでも持たせてください。
あの子の父親は今立派にこのうちにおります。しかし何といっても僕以外には本当の父親ないはずやりませんか。本当の父親が誰でしょうとも、あの子に父親が二人あるわけはありません。生まれた時から手塩にかけて、幾度かの重い病気の時にも我が身に変えて看病して今日まで育ててくれた父親こそあの子の本当の父親です。あの子の父親は私の夫木之助より他にありません。スミさん、僕は決してあなたからあの子を奪おうというんじゃないんです。ただ少しでもあなたの苦労を減らしてあげたいと思って。苦労じゃありません。母親が子供を育てるのに何が苦労でしょう。もしあの子が生まれてなかったら私は今日まで生きてはいませんでした。私はあの子がいればこそ苦しい中を生きてきたんです。じゃあせめてあの子が成人するまで僕の手で養育させてください。お願いです。圭一はこのうちで生まれた子です。このうちより他に育つところはありません。そんなお話でしたらもう何にもおっしゃらないでお帰りになってくださいまし。スミさん、スミ、スミ、あなた、スミ、なぜもっと優しくしてあげないんだ。なぜそんなに失礼なことばかり言うんだ。私こんな方に何もお話しすることなんかありません。茂さん、スミは興奮しているんです。どうかこれが落ち着くまでゆっくりしてってください。そして坊やにも会ってやってください。茂さん、あなたがいらした頃から見るとこの夕霧楼も随分変わりました。大旦那は亡くなる、おかみさんは非業な死に方をなさる。みんな情けないことばかりでした。今あなたが見えて罪が興奮するのも無理はありません。許してやってください。どうか悪く思わないでやってください。悪く思うどころか、僕は今更ながら自分の罪に身を責められる思いです。せっかくこうして訪ねてはきましたが、しかし考えてみると今更訪ねてこられる僕じゃなかったんです。罪さんの言う通り、僕はあの子の父親としての資格はありません。木野さん、僕は帰ります。しかしただ一つ、この上ともあの子の面倒だけは見てやってください。これだけはくれぐれもお願いします。スミ、お送りして。さ、早く。なぜお送りしないんだ。どれどれ。さ、治ったよ。これも鳴らなくなっちゃったの。鳴るじゃないの。おじちゃんどうもありがとう。おじちゃんもう帰るの？私を離縁しておくれ。お前はやっぱり茂さんと一緒になるのが本当なんだ。何をそんなことをおっしゃるんです。何が気に入らなくてそんなことを。何もお前に何の落ち度があるもんか。こんな足手まといの厄介者を夫と思えばこそもったいないくらい大事にしてくれ。それなればこそいっそお前に離縁されてお前を幸せにしてやりたいんだ。
ネズミ、別れておくれ。あなたはこの幾年、私が誰を頼りにして生きてきたとお思いになるんです。この世の中に、ただあなただけを頼りにして、苦しいことも、悲しいことも、じっと我慢をしてきた私じゃありませんか。今あなたと別れたら、二人の子供はどうなります。圭一に、喜次郎はどうなります。嫌です、嫌です。そんなことをおっしゃるだけでも、私は腹が立ちます。しかし、私がいなくなれば、茂さんが面倒を見てくれ。こんな目くらの厄介者が、お前の幸せを一生邪魔していたくないんだ。何と言っても、お前はあの茂さんの手に戻ってこそ、一番幸せになれるんだ。それを知りながら、私は恩や義理を枷にして、お前を縛ってはおきたくない。わかりました。よくわかりました。体はあなたの妻になっていても、心では何かにつけて、他の人のことを思っていた。私は悪い女でした。その悪い妻を今日までよく許して、我慢して、情の中の圭一までも分け隔てなく愛してくださったお心持ち、すまなく、どんなにすまなく、ありがたく思っていたかしれません。許してください、許してください。でも今から、いいえ、さっきあの人に会ったその時から、私の心は変わりました。散々人に苦労させといて、今になって子供を引き取りに来る、そんな身勝手な人のことを今日まで忘れないでいたかと思うと、今になって私の夢も覚めました。あなた、今こそ私、心も体も真からあなたの妻になりきれます。どうぞ今までのことは水に流して、許してください、許してください。そうしても、離縁の名乗って、そんなことは夢にもおっしゃらないでください。お願いです、お願いです。すみ、これから先長い生涯、何から何までお前の世話になって、私からは何一つしてやれない。このまま消えられるもんなら、いっそ消えてしまいたい。あなた、もうそんな心細いことはおっしゃらない。行きなさるですね。お前、旦那に会わなかったか。いや、坊ちゃんはさっきそこんとこで三輪車に乗って遊んでなせたんですけど。お前も一緒に探しておくれな。旦那、今日はいつもとは様子が違うんだから、もし間違いでもあったら大変だからね。承知しました。じゃあおかみさん、もっと神の方行ってみますべ。旦那様、お父ちゃん、何してるの？
も立ってダメ。大きな取ってあげるよ。取ってあげるから動いちゃダメ、動いちゃダメ。患者さん、どうかしたの？うん、どうもしないけど、あの患者さんね、タリンするご主人とお子さんを一度に亡くして、それであんな気が変になったんですって。無理もないわね。いつもより早いのね。ダンはお休み？うん。今日は朝から休んで菓子屋探しをしたんだよ。もうどうして？僕はこの近所へ越して毎日ここへ通おうと思うんだよ。僕のこれからの障害は気の狂った炭の一生を見守ることと、木之助君の忘れがたみの坊やを森育てていくことと、この二つに捧げ尽くすのが正当だと考えたんだ。それが僕としても過去の過ちに対するせめてものの償いでもあり、博士論文なんか書くよりもっともっと人間として大切な仕事だと悟ったんだ。それでこそ茂さんだわ。何の報いも求めないで一生を償いに送る、それこそ本当に立派な考えだわねえ茂さん。澄子さんは今日もまた小石を矢の根だと思って拾ってらっしゃるのよ。これ、こんなに。